ブルネイを訪れている安倍総理大臣は TPP の主要5項目について国益を最大限守っていくために全力を尽くすという考えを強調しました昨日首脳声明をまとめた TPP 交渉について安倍総理は物だけでなくサービスや投資など包括的にバランスよく議論することが重要だと述べて日本の得意分野で交渉をリードしていく考えを示しました 主要5項目などの関税撤廃については守るべきは守り攻めるべきものは攻めていくと述べて強い交渉力で臨んでいく考えを強調しましたまた中国と韓国の首脳とはバリでは挨拶程度の会話しかしていないことを明かしブルネイで機会を捉えて意見交換したい考えを示しました